スタート、監督の太田ですまだ病院しています。昨日久々に病院に行ってきました。まあね、いやー、やっぱりね、病気って大変で、そのことがあるのにね、この舞台挨拶ツアーでずっと、1ヶ月もあちこちも沖縄まで行って飛び回って、もう1週間毎日でそういう関係者の方お礼参りしてしたんで、帰ってきて1ヶ月とか3月はずっと寝込んでたんですけれども、まあ4月になりまして、で、昨日病院に行ってきたんですけれども、まあ、ちょっと先生と話していて、よくなった傾向というのは、まあ、そもそも今言ったように心臓機能が低下しているので、血の流れが悪かったんですよ。だからそれで血が頭に、脳に行かなくなっていく、元気がもう血を送り出せなくなって、血が届かなくなって脳梗塞になったんですよ。だからそれが原因なんですよね。で、だからね、よく最初とか、その脳梗塞になった時に、脳梗塞になってって話したら、じゃあリハビリ頑張ってねとかっていう友達がいたんだけれども、まあね、なんか多分僕もね、知らなかった、そう思ったと思うし言ったかもしれないけどね、とにかく患者に対して、ね、病気の人に関して具体的なことはやっぱ絶対言っちゃダメ。もうただムカつくだけで何言ってんだっていう、つまり脳梗塞を起こして、だからリハビリじゃなくて、じゃあなぜ起こったかってことを確かめて、その理由をやっぱり、原因を突き詰めた、確かめた上で治療しなきゃいけないんですよ。でそれを飛ばして、ただリハビリ頑張ってねっていうのって、ね、なんかもう患者からしたらものすごく無神経なね、何言ってんのっていうね。だから本当に知らないことはね、言っちゃダメですよね。で、それなくても患者っていうのはこう弱ってるから、ちょっとしたことですぐ傷ついてしまったりするんでね。で、なんですけれども、それでその手術が終わったことで、当然、こっちの手術が終わったことで、心臓機能がさっき言ったようにだんだん良くはなってきた。そのことによって、血管もね、3本、詰まりかけていたのも全部血がしっかり流れるようになりました。でその原因っていうかね、かその前はね、そう言われても、もう何年も前か、もう3年ぐらい前かな、ずっとね、こう例えばこう今椅子に座ってますけど、正座してないでしょ。正座したら足しびれますよね。そうじゃなくて、椅子に座っていても立とうとするとね、足がしびれたような状況になって、うまく歩けないことがあったんですよ。で、なんだろうこれって言って、もしかして新しい病気かな、やばいな、それとも老化かなと思ってしたけど、あんまり詳しく考えると怖いからっていうので、あんまり、考えないようにして、で、こう正座とか椅子に座っている時でも、足をこう動かしたりとか、時々こたって、歩いたりとかして、そういうなんていうかな、まあ、血がうまく回ってないっていう気はしたんで、きっとね、血の巡りが悪いんだと思ってたんでね、まあ要は心臓が悪くなってたんで、しっかりと血を流すことができないので、足の先までね、血が届いてなかった、届きにくかったってことなんだけれども、まあ、それも 3,4 年前、もっと前かもしれないな。で、それがね、でもそうだったのが、それがこう手術が終わってからなくなったんですよ。だから、その手術の前ですら、こう、編集の仕事してたりした時に、時々立ち上がってしないとね、足が、と思ってたのが、それがなくなって、ということは、心臓機能が良くなった、良くなってきたから、しっかり血を流すようになったので、ちゃんと足まで血が届いてるってことなんですよね。で、あとね、こう、しゃがんで、昔ので言うと、このうんこ座りしてた時に、もうね、長くっていうかね、本当にもう30秒ぐらいこうしゃがんで、こうなんか下の棚からこう物を出そうとするときとか、なんかこうしゃがむことってありますよね。最近トイレでも、洋式トイレでこう椅子のように座って、うんこするからあれだけれども、昔みたいな形で座らないけど、ああいううんこ座りするとね、立ち上がったときにクラッとくるんですよ。で、すごいやばいなと思って、このまま死んじゃうかもしれないとか思ってしたんで、だけど、それも要は、同じなんですよ。血流が悪いから、そうやって座り込んでしまうことで、足を抑えてしまうことで、全体的な血の巡りは悪くなったんでしょうね。で、それもね、なくなって、こうやってしゃがんで、
例えばね、こう足元のこう棚から物出したりする時とかしてても、その1分以上ずっとこうやって、これ缶詰出してとかやってても、そんなクラッとくることはねなくなったので、これはやっぱり良くなったんだなっていう。だからどこかが悪い、痛い、かゆいとか、っていうのはやっぱりどこかに原因があるんですよね。だから、ね、それがやっぱりね、それはやっぱ気づいた時に気をつけないとね、医者とか僕行かなくても全然病気にならなかった人なんで、医者行くって発想がなくて、だからもっと早くに気づいてたら、ここまでひどくなってね、目が半分失明したり脳が死んだり、ね、するようなことはなかったんだろうけれども、まあなかなかね気づかないし、自分は健康だと思ってたんで。でもということを、まあ、先生に報告して、まあ、それはまあ、いい傾向だっていうことで言ってくれて、他何あったかな、ね、でそう、酒も、少しは飲んだ方がいいっていう、つまり血管のじゃない、血の巡りが良くなるからで、するし、血管が広がるので、なんていうかな、こう新陳代謝が良くなって、そういう病気の治りも早くなるっていうことだと思うんですけどね。でそれもね、先生に言ってやったら、ただですね、あれなんですよ、一個問題があって、まあ酒の量はね、昔からたくさん飲むんですよ。飲むんだけれども、なんていうかな、酔っ払って記憶なくすような友人とかよくいたんですけど、それはないんですよ。絶対記憶はね、なくさないんですけれども、でも、顔が赤くなったりとか、っていうのは、まあ、あったんですよ。だけどね、なんかその、心臓治ってから、血管の血の巡りが良くなることで、酒がね、早く冷めちゃうんですよ。だから今までだったら缶ビール1本飲んでもね、疲れた時っていうのはもう顔も赤くなるし、ちょっとよ、ほろ酔い気分とかなるんだけれども、最近飲んでもすぐ冷めちゃってね、これって、あれかな、安上がりっていうか結構割高になっちゃったんじゃないかなと思って。でもまあ、血流がいいから早くアルコールが分解されて酔いが冷めるってことなんで、これも心臓が良くなってるってことだと思うんですよね。っていう話を先生にしたらね、やっぱりあんまり飲みすぎは良くないからね、やっぱりなんとかの量はとかって言い出して、そんなむちゃくちゃ飲んでませんからって言ってたんだけれども、ただね、思うのは、昔から、まあ、酒はよく飲んでたんですよね。で、まあ、お前飲みすぎだよとかって、健康に詳しい人たちには言われてたんだけれども、でも、結局、血管がこう詰まりかけてた時とかにも、酒を飲むとこう広がるわけなんですよね。だから、血流が悪くなってったわけです、心臓が弱ったことで。でも、毎日しっかりと酒を飲んでたことで、血管が広がって、血流が良くなることで、かなり、なんていうかな、酒飲むことで健康を維持していた一面があるんじゃないかなと思って、ね、だからこれそんな飲まずに、ここ何年も暮らしていたら、もっと悪くなってたかもしれない。だから飲んでる間だけでも血管が広がる、詰まりかけてたわけですからね。それが広がることで血流が良くなるから、それによって何かギリギリセーフでこうもう3、4年前から実は悪かったんで、なんとか耐えてきたんじゃないかなっていうね。で、ちょうどその脳梗塞を起こした時っていうのは、喘息でもう酒飲める状態じゃなかったんですよ。で、やっぱり病気だから飲んじゃいけないかなと思ってたんだけど、そこでね、どのくらいだったかな、3ヶ月とか4ヶ月とか飲まなかったら、で、それでこう、脳梗塞を起こしたんで、あの時毎日飲んでればよかったんじゃないかなと思ってね。そしたら、血も流れてねっていう。ただまあ、時限爆弾を背負ったまま、爆発する時間を先延ばしにしてるだけであって、根本的になりにはならないでね、問題ではあるんですけれども。でも、それによって、だから、酒飲んでたことは、実は僕の場合プラスだったって。もうみんな酒やめろとかね、酒控えろとか、そんな、浴びるほど飲んじゃいないですよ。それでもね、周りよく飲む方だったんだ。
言われたりしましたけど、そのダメだと言われていたことが実は自分を健康を救ってたっていう。でもう一つはね、僕は始発はよく行ってたんですよ。肩こりがやっぱすごいんですよね。で、あの先生で大林信彦監督もそうで、肩こりすごくて、で撮影中の時間、休み時間とかにスタッフの人たちがもうこんなしてね、肩揉んでたんですよっていうのを見て、僕も一回やらせてほしいなと思ったんだけど、なかなかやっぱりもっとね、子さんのスタッフの方がいるので肩揉ましてもらう機会はなかったんだけれども、もうねスタッフの人がこうしてこんな風にしてやってるんですよ。もうこう肩ね、肩がこうやってで、いや、どんな感じなんですか、巨匠の肩はって言ったら、いやもうね鉄板みたい、もう鉄板を押さえてるみたいで、もう全然うんともすんとも言わない感じとかって言ってたんで、いや、一回やらせてほしかったなと思うんだけれども、まあ、もしかしたら映画監督っていう仕事がやっぱ肩こりがひどいのかもしれないんですけれども、でもそれも結局、要は肩こりっていうのも血流の悪さから来ますよね。だからその意味で言うと、僕肩を凝るのもやっぱり血の流れがそれによって悪くなってるっていうのは、さっきと同じマイナスなんですよね。でそれがあるんでね、よくね始発は行ってたんですよ。なんかもう下手したらね週に1回とか行って、今ありますよね、30分3000円とかっていう、駅前にとか、もうあちこちチェーン店であるようなああいうところ行って、でやってもらって、だから、撮影やってる時とかって毎日撮影終わると言ってたこともあるんだけれども、まあ肩こりひどいんですよ。でそれも始発に行くことで血流が良くなることで、多分しばらくの間っていうかね、ずっと何年も脳梗塞を起こしたり、もどんどん心臓が弱ってるわけですからね、で機能は低下してるんだけど、始発に行くことでその血が回って、脳梗塞を起こすに至らなかったんだと思うんです。でもそれもこの喘息起きたことで、酒飲まないで始発に行かないっていうか、もう咳出て外出れない状況だったし、駅前まで行けばね、まあ、30分歩くんですけど、行けばねすごい上手なもう名人の先生がねいたんですけどね、行けなくてね。でも本当半年ぶりに行ったら、そこの先生がもうね、太田さんどうしてたんですかとって言われたんだけども、その時無理しても行ってればここまでひどいことにはならなかったんだと思うんですけど、なんかその脳梗塞じゃない、喘息じゃないや、始圧と酒アルコールっていうのがすごく助けてくれていて、まあ去年まで脳梗塞を起こさずに済んできた理由だったんじゃないかと思うんですけどね。だから若いのに、若くないけれども、あんまりね友達で始圧行ってるやつっていないんですよね。肩凝らないとかって言って、だけどやっぱその2つがすごくプラスだったんでね、ああなんか何がどうなるかわからないもんだなと思って、ですがまあ、昨日の検査で、昨日検査というか検査してないんですけれども、まあ問診してくれていい感じだからって言ってくれたんですけれども、これで少しは薬減るかなと思ったら全然減らなくて昨日もらってきた薬が、これです。でちゃんと僕の名前書いてあるでしょ。すっごい量だと思いません？これね、約2ヶ月分、70日分とか書いてあるんですね。で、こう、たくさんって、なんとか薬とかなんとかないと書いてあって。で、ちょっと、これを見せましょう。まだ開けてない。あ、そうだ、今日飲まなきゃ。今日まだ朝飲んでない。いや、もう昼近いのにしまった。で、すごい方、全部繋がってるんですよ。こんな感じで。あ、これこうできてる。ちょっとこれだけ出してみます。で、これが全部、1日分、朝、朝食の後飲む。さっき朝食食べたんだけど、飲んでないので、ちょっとこの後すぐ飲みますね。っていうので、これがね、9個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個、9個入ってるんですよ。9個。で、これとは別に、脳外科からもらった、薬、そちらも血液サラサラ薬っていうよく言うやつですけど、それと10個毎日飲んでます。で、最初の頃聞いたんだけど、この薬こんだけいろいろある中でね、うち僕の名前入ってますね。何の薬だったかなとか思って、で、もう、
あんまり、本当の死んでるので、ね、記憶力が悪いんですよ。で、ちょっとその薬剤師さん、で薬は病院とは違うところで、もらうっていうか買うんですけれども、で、聞いてみたら、血液サラサラ、ちょっとせっかくだからお見せしますね。血液サラサラって脳外科からもらう薬です。で、こっちはこの心臓の方の、先生からもらう。で、これも血液サラサラ薬。だから血液がドロドロになったりしたら、こう、なんていうか、詰まりやすい。血液の循環が良くなくなるので、それを、サラサラにして流すための、こう有名な、まあ、薬なんです。それと同じ作用、機能、効能があるのがこの中に1個入ってます。で、それはもう次ぐらいに、まあ、検査してみて、問題なければ、もう、終わりにしてもいいねっていうふうに言われました。っていうのは、やっぱりこの手術してしばらくっていうのは、その、やっぱりね、血がドロドロで、また詰まってしまって、脳梗塞を起こしたり、別のところに症状が出たりする可能性があるから、とにかく今は非常にサラサラに、非常にとか、とってもサラサラにしておかなきゃいけない。で、ただこれ怖いのは、大きな怪我したとき、例えば、オートバイに乗ってて転んで、こう、なんか血がダーッと出たりしたときに、止まらなくなるんですよ。で、要は、なんていうかな、こう、血はこう空気に触れると、固まって、することで血が止まるんですけど、それが固まらない、ドロドロにならない作用があるので、怪我した時に血が止まらなくなって大変なことになるっていう怖さがあるんで、僕もオートバイに乗ってもう1年乗れてないんですけれども、どうするかっていう、でもオートバイないとね、この辺もめっちゃ田舎なんで、買い物行くのがすごい大変で、で、おまけに夏暑くなるとね、もうそれこそ40度ぐらいになるんですよ、この辺。とするとね、とても歩いていけないっていう、30分もないっていうか、途中で、ミイラになってしまうぐらいなんで、どうしようかなっていうところがあるんですけれども、その、まあ、何の話をしてるんだっけ、血液ドロドロパート数が1個入ってますね。で、あとなんだっけかな、聞いたんだけどな、どうするとな、あと、その例えば心臓の機能を良くするとかいうで、ちっちゃいでしょ全部で、これ昨日聞いたんですけれども、あまり強い薬で、早く治すとなんか別の悪いところが出てしまったりするので、弱い薬を、少しずつ、もうこれ半分みたいなこのやつありますから、ね、見えるかな、めっちゃちっちゃなこのなんか半円みたいなやつがあるでしょ、これだってめっちゃちっちゃいでしょっていう、もう小さい薬でこう長く飲んで少しずつ治していくっていう、きついのでたくさん飲んでっていう、これだから全部別の薬なんでね、またバカなやつがね、薬多すぎますよとか、どれか1個にしませんかって言うけど、別にね、キャベジンを10個飲んでるわけじゃないんで、これ全部違う薬なんでね。で、その弱いっていうか、薬で時間をかけて少しずつ治していくことがなんか大切ならしいんですよね。で、この中の1個、ようやく1年経ってようやく1個が、もしかしたら次回から、まあ、次回はだいぶ先なんですけどね、また2ヶ月先なんですけど、から減らすことができるかもしれないと先生は言ってくれたんですけれども、まあね、だいぶかかるなっていう。でも、まあね、この体自体、この心臓が悪くなったのにもね、やっぱ5年どころか、この映画監督業を始めてから無茶ずっとして、18年、19年ですからね、まあ18年かけて悪くしたとしたのを、やっぱ1年ぐらいかけて直していかないとね、少しずつ直していかないと、いきなりガンとか直すと、やっぱりそれはそれでまた副作用が出たりするらしいので、少しずつ直していくっていうことなんですけれども、まあ、もうちょっとで、その、なんですか、最低範囲の、部分まで、こう、心臓機能が上昇してくるということなんですけど、まあ、それでもね、まだ最低機能なんです。最低の、機能なんで、もう本当先月、先々月か2月、舞台挨拶やっただけで1ヶ月寝込んじゃったんでね、こんなで大丈夫なのかなと思うんだけれども、でももうちょっと仕事もしないと、なかなか食ってもいけないので、もう本当借金して生活してるような状況なんで、といって今ね、アルバイトするわけにもいかないですしね、まあこの年だとね、もう60を超えてから仕事もね、そういう、なんか、あるのかな、
あの、まあ、でも結構あの、ガードマンの人たちって結構年取ってる人やってるからと思うんだけど、あのと、まあ、どっちにしてもね、もう目がね、本当に半分しか、両目とも半分しか見えないんで、あの本当に、なんていうか、まっとうなことをやっぱできないっていうのはあるんですよね。まあ、それと、映画で作りたい映画っていうのも、この先あって、そのやっぱ沖縄戦のね、あの劇映画、あのドラマっていうのをやりたい。まあ、これもお金かかるし体力いるので、今すぐはちょっと難しいと思うし、まずそのスポンサーがやっぱり必要ですし、結構やっぱり、まあ、ある種時代劇なんでお金がかかるので、あの簡単にはいかないんですけど、まあ、なんとかしてこうね、3本のドキュメンタリーを撮ったんで、やっぱり劇映画を作ることで沖縄の悲劇を伝えたいって思いは今もあるんですけれども、あのもう一つにはこう、もっと低予算でね、短期間でできるっていう、のがね、今回のこの病気を映画にした映画っていうの、病気の映画は違う、病気の経験を映画にするのはどうかなっていうのはずっと考えてまして、で、まあ、大事なのは、時間大丈夫かな、大事なのは、僕も脳梗塞ってよく聞くけど、知らない人が多いんですよ。誰に聞いても脳梗塞を具体的に話せる人っていないんですよ。でも必ず身近に脳梗塞を起こした人って、みんな誰か友達なのか同僚なのか家族なのかいるんですよね。で、特になんかね、去年今年から異常にやっぱ脳梗塞が増えてるらしいんですよ。まあ原因はあれだというふうにも言われていますけれども、まあ僕もその、脳梗塞を起こした一人ですからね。で、そんな中でやっぱりそういう時はどうすればいいのかっていう、だから僕自身本当それ知らなくて、脳梗塞っていう、脳梗塞で倒れるとかよく言いますよね。だからバタン、あ、脳梗塞、あ、なんかクラーッとして倒れるとかっていう印象だったんだけど、全然あれですよ。僕ね、朝起きたら目が見えなくなってて、あれとか思ったら、それが脳梗塞だったし、で、知人のこうある、年配の方言った時に、なんかちょっとフラッとするな今日はとか思ってた、脳梗塞で、そんなそこで痛ーとか、うお苦しいとか、わーとかって倒れたりしないんですよね。で、そういうことさやっぱ知らないしね、昔のミノモンタの番組とかでそういうのやってたのかな、っていうぐらいに多くの人知らないんで、それを知らせる映画で、まあ、単なるハウトゥーじゃなくて、そういう、業務用のなんかあの病気入門とかで言うんじゃなくて、ドラマ物語にして、あのちょっと笑えてドキドキして、最後に感動するドラマになって、人間ドラマになっていて、ちょっとコメディっぽいだけれども勉強になって、っていう風なね、そういう映画作るといいんじゃないかなと。だから昔の伊丹十三監督の映画みたいにね、マルサっていうのはどういう団体っていうか仕事をしてるかとか、民謀の女って民謀とは何なのかとか、あるいはそのスーパーマーケットの内側を描いたスーパーの女とか、なんかそれを見ることですごく勉強になる映画が多かったですよね。で、そういう流れで、脳梗塞の映画作って、で、また単にそのハウトゥーもの情報だけじゃなくて、僕もこの病気をすることですごい大切なことをやっぱり教えられたし、学んだし、感じることがたくさんあったんですよね。単に病気に対する対応だけではなくて、だからそれをね、伝える、テーマとして伝えるってことを、もう本当にいろんな人に助けられたし、応援されたし、まあ、同時にね、もう本当に意地悪っていうか、もう嫌がらせしてくれた人たちもたくさんいましたけれども、でもそうじゃなく、助けてくれた人もたくさんいて、本当ね、そういう人たちに、あの、いつのかつか、なんか、何かの形でお礼したいと思うし、でも、それは、その中の一人の人が言ったんですけどね、いや、私にお礼してもらわなくてもいいんです。また、ね、元気になる映画を作ってくださいね、っていう、そういう、応援ですからとか言ってくれた人たちがいてね、ああそうかもしれないなと思ってね。だから僕がこういう経験してね、あの映画を作る仕事をしていて、脳梗塞っていう、まあ、よくあるよく聞く病気をしたことで、あのね、映画監督たくさんいるけど脳梗塞した、あ、大島渚監督もそうだけど、まあもうね、あの亡くなりましたし、で脳梗塞によって結局映画監督を引退することになってしまいましたよね。でも僕の場合は、あの幸いにも症状軽くて、手も足も動くし、喋ることもできるし、まあ、脳は死んでいて、目も半分死んでいて、不自由はありますけれども、でも、なんとか、まあ、今体力ないけれども、もうちょっと元気になれば、映画作ることはできると思うんです。
で、そうした時にその経験、取材したとか聞いた話とかじゃなくて、自分の経験を伝える、リアルに伝えることができると思うんですね。この、経験を、体験を、ベースにして。で、それによって脳梗塞になった人たちが、これからなる人もいるだろうし、どうすればいいかとか、脳梗塞、友達がなった時、家族がなった時にどう対応すればいいかってことも、その映画を見とくと、あの時あの映画見てて、こうしろって言ってたなとか、これ、なんか、この人気づいてないけど、あの映画で見たあの脳梗塞と同じ症状だから、早く病院行った方がいいよとか、っていうふうなことで、助けられる、助けることができる情報にもなると思うんですよね。だからこれは意味あるんじゃないかなと思って。で、もう一つね、その、社会的な意味もあります。もう一ついいことがあるんです。安くできるんですよ。まあ、安いって言ってもね、何千万かかかりますよ。でも、例えば、これからこれ調べるっていうので、いろんな方にお話聞いて、あ、そうですか、それでどうだったんですかとかね、取材して回る必要はないでしょ。もう僕は体験者だから。で、それによって取材費がいらない。で、あと場所も例えば自宅、病院、職場ぐらいで大体できるんですよ。別に海外ロケすることもないし、例えば京都を舞台にする必要もないし、で、また大スターが出てなくてもいいですよね。別に有名なね、トレンディ俳優が出てもらわなくても、まあ、出てくれれば、まあそれは嬉しいけれども、まあそれ、ギャラ高いですから。っていうことは、一般の人たち、その有名な人じゃない方がリアルな感じもするし、これもこれで OK になって、ギャラも安く済みますよね。で、あと別にね、拳銃がバダダダダダダダと撃ったりとか、刀出してきて、チャキーンとかっていうシーンもないから、時代劇もないから、衣装も、ね、普通の衣装で済むしっていうところで、カーチェイスもないし、ね、銃撃戦もないし、そうするとね、入れ墨を入れる必要もないし、そう考えると、非常に安くできる。それっていうね、映画としてすごくやりやすい。部分があるんですよね。あ、だからこれ作ってするとすごく社会的に意味もあるし、作る方もまあまあそんな高額な値段はかからないし、そんでいて多くの人に役に立つっていうね。これはね、ちょっと本当に、ね、映画の神様がお前太田、次は脳梗塞の映画を撮れ、ちょっとそれについては一回経験しろー、あーとかって言ってこうなったって、それにしたらちょっとね、犠牲が大きいですけれどもね。でも、逆に言うと、転んでもただ起きないとかって言われるんですけれども、転んでもただ起きない。ただで起きないっていう。だから、多分今、この映画撮った、どの監督よりもね、リアルに。で、僕自分で脚も書けるんで。あ、でもね、今ね、字は、なんとか書ける、書くのはね、書けるようになったんですけど、読むのが読めないんで、自分で書いた脚本を自分で読めないんですよ。まあ、1行、2行、3行とか読めるんですけれどもね。だから、この、沖縄協奏曲やった時も、このパンフレットの原稿で、僕が書いたページもあるんですけれどもね、もう長い文章とか書けるんだけれども、終わってから読み直して直すことができないっていうのもすごい苦労したのに、でこれでこのね3ページ4ページで苦労したのに、シナリオってやっぱり120ページぐらいありますからね、書けるのかよっていう心配はあるんですけれども、あ、書けるのは書けるんです。でも直したり読み直して確認ができないっていうのがあるんでね、どうしようかなと思いながらも、今ね、とりあえずこう、やっぱ忘れていくんで、もうちょうど丸一年なんでね、脳が死んだのが今頃なんですよ。3月の下旬っていうか最後の方だったんで。息切れてきた。なんで、早いうちにと思ったんで、とりあえず資料だけ書くことはとにかくできるんで、読み直すことができないだけで。だから、何日に何があったとかっていうのは、こう、iPad で記録しているのでね。ほら、ちゃんとね、書いてあるんですよ。で、間違った人も多いんですよ。当時、目が見えない時期とか、脳が完全に死んでる、今も死んでますけど、時期があったので。で、してるので、ちょっとその辺を整理して、とりあえず、どういうことがあったとか、どういう気持ちだったか。だから去年で今頃はもう全く目もほとんど見えないし、字も書けないし、読むこともできない状況だったんですよ。1年前の今日の日の、Facebook とかブログとか調べても、ね、出てこないんですよ。
ていうのも完全にもう目が見えなくて何もできない状況で、だったんで書いてないんですけれども、もうちょっとしてきたらね、よく見えてないんだけど記録残そうと思って、いやもうその辺なんていうかな、クリエイターだなーって、ちょこっと書いてるのはあるはずなんでね、あるはずなんてあるんですよ。だからそういうのを全部ちょっとチェック、表にして、何日何があったとかどうだったとかっていうのをちゃんと整理して、ね、残して、こうシネリオの資料にできるようにしたいなと思ってね、今まあ、体力もないんで、で一日それするだけでもやっぱね、それとやっぱりね、脳がやっぱりだいぶ良くなったと思ったんだけど、つまり死んだとかも死んだっきりなんです。で他がやっぱり混乱するんですよね、1個死んだことで。で時間かけて他の死んだ脳の仕事を他の脳が担当するようにはなるんですよ。時間かかるんですけどね。で僕もなんか2年ぐらいはかかるとかって聞いてて、したんだけど、この間脳外科の先生に聞いてみたら、2年じゃねーとか言われて、もっとかかるのって言って、あ、それでこう応援してくれるその、ツイッターでフォローしてくれてる同じ経験をした方が、もういろいろね、本当に親切に、こういうのします、こうありますよとか、もう最初のその症状の時から、これはね、脳梗塞になるとそうなるのでって言って、別に頭が悪くなったわけじゃないんですよとかって教えてくれて、すごく助けられたんだけれども。まあ、だから、その時そのね、若い女性だったんですけど、その方も経験があったので言ってくれたのすごく僕は助けられて、励まされたんで、だから、僕もその映画を作ることで、同じような人たちになんか励ましたり、プラスになってほしいなって、まあ思いなんですけれどもね、っていう風な病人の気持ちっていうことをも伝える映画になればいいなっていう。だから脳梗塞は辛いよとかね、いうね、それでいて、なんていうかな、深刻なんじゃなくて、見てて笑えるんだけど、よく、だから、まさにトラさんと一緒です。見てて笑えるんだけれども、よく考えたらそれって辛いよな、大変だよなっていう映画にできればいいなとか思ったりもしています。なんかいっぱい、すごいいっぱい喋っちゃったな。はい。また、こんな話もしていきます。